はい、でタイトルが今回、うん、あ、桑原さんのセリフでしたね。桑原さんがセリフっぽく言ってくれるところをお願いします。ところでタイトルがおしゃべりな本棚なんですけどどういう意味なんですか？一流声優の演技力やっぱ違うな。すごいなんか生きた言葉が届いてない頃どんな番組なんでしょう。動きがねどんどんねなんかそれこそ転生じゃないですけど、もう一回やり直したらめちゃくちゃできるようになってる。すごいタイプの転生ね。そうです。あとむちゃくちゃ何ができるようになってるむちゃくちゃ何かできるようになってる。これ何ができるやつの動きなの？オール5になってるかもしれないですね。クラスメイトバッタバッタとなぎ倒してるじゃん弱そうなパンチで皆さんね、あのめちゃくちゃ面白いって言っていただいて、よかった、本当ですか、やったじゃあちょっとね、これあの最初入れ忘れたんで入れましょう。ないないない、ハッシュタグのやつ、ハッシュタグのやつね。すみません、ハッシュタグ皆さん、こちらになりますので、ぜひぜひ、お、どうした、あれ前に増える。さあ皆さん、こちらを ハッシュタグ HGA 放射本に挟まれる桑原である。さあ皆さん、スクリーンセーバーみたいなあんま最近見ないけど、そのなんか一つ二つの画像がぐるぐる動き続ける間に、これあの可愛い女の子いる。あれですね、DVD プレイヤーの待機画面みたいな。もうちょっとさ、令和の待機画面ちゃんとしてんだ。プレイステ1の頃のやつじゃん、待機画面が。なんでパネル2つ渡されたら面白くなっちゃうの。前の特番の時もそうだったけど、顔見せてこれ1個青木さんのなんですね。私が2個。本当は割り振るはずのやつを1人でずっと持ってるっていう芸をね、毎月やっていきますよ。お願いします。では、お別れの挨拶お願いいたします。はい、ここまでのお相手は桑原優希と尾形マスコと青木優馬でした。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。みんなミクシーの昔の名前をハッシュタグ HGA 放射本にかゆいよ、かゆいよ、みんなでかゆくなろうぜやめてよ